地元の掲示板、ジモティ。ハロー YouTube。こんばんは、エタちゃんです。今日ね、ノーメイクで、一日お休みでね、引きこもってました。なぜかというと、今ね、ちょっとまた模様替えをしようと思ってね、部屋の中を。で、まあいろいろ片したんですよ。まあそしたらいろいろ出てくるわ、出てくるわ。なかなかね、断捨離って難しいよね。一応そういうほら掲示板があることをさ思い出したのよ。まあそれがジモティなんですが、まあ今日いろんなものね、まあほとんどかな、ただ本とか、なんだ、いろいろ、ただにしたんですよ。そうしたらね、もう投稿したらもうするや否や、すっごい取引バン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 入ってくるのね。びっくりしました。で、まあ地元埼玉県なんですけど、近所の人じゃなくて、もう片や東京とか、もう埼玉の奥の方から取りに来るっつって、本当にね申し訳ないですね。本当にゴミみたいなもんばっかなんだけど、ガソリン代の方が高くなるんじゃないかなと思って、そんなね、本当に地元の本当近所の人が取りに来るのかなと思ったら、そうじゃないんですね。まあね、ちょっと、まあ、どういうのがね、出してどういうのがすぐ売れたかっていうのをちょっと見ていきましょうか。まあね、これがまあ今出したもんなんですけど、こういう生地とか、IKEA の商品と娘のバッグとか、本当にお正月の何、こういう飾りとかね、まあね、こんな感じでいろんな本当にゴミみたいな本とか、あとなんか手芸材料、生地、まあこれ今もう売れたやつ、芳香剤、こんなシューってするやつとさ、置いてセンサースプレーっていうの、そういうのとか、まあ0円で、これもなんか植木鉢セットですね。こんなのも、これすぐ、二つすぐ、売れたっていうか、取引あって、取りに来てもらうんですよ。でね、今、こういう洋服の生地、なんかもらったんだけど、結局は使わないわけですよ。で、そんな生地も出したら、もうすぐ欲しいと。あと、こういう、本、ね、雑誌、まあこれね、弟の本なんだけど、まあ私こういうのあんまり苦手なんですよね。こういう本。あと、まあファッション雑誌とか、ね、本当にこういう手芸材料、こういうのをね、ちょっと今出品しました。本当にさっき、本当深夜出してもすぐ、即座に。うん、これでね、少し、物が片付いていくかなと思ってますよ。もうね、すごいことになってる今。本当にお見せできない豚小屋状態になってるんで。で、まあこれがね、売れて、まあ少し、お題いただくのもあるけど、ほとんどね、タダにして、ちょっと出品していこうと思います。それでね、もう随分この部屋が、少し片付いたらいいなと思ってますよ。家具はね、本当に近所の友達に、まあ今地元じゃないんだけど、あげるんだけど、ね、これも家具とかも、もしかしたら、もらってくれる人ね、いるかもしれないね。皆さんも、なんだろう、衣替えあったじゃないですか。ああいう時洋服とかでも、まあ、衣替えじゃなくても、まあ夏休みだよね。夏休みの、ほら、工作キットとかあるじゃない？そういうのとか、前なし、こういう、IKEA の椅子。IKEA の椅子じゃねえや、コストコの椅子、こんなのもね、
いらなくなったらね、ちょっとジモティ出してみるといいですよ。本当に捨てるより近所でお渡しするだけなんで、本当に名前も顔も本当署名で顔もまわないんでね。顔はダメだ、顔はねそのまんまだけど。で一つ注意点は、あまり暗いところでね、私なんかは深夜とか夕方から夜にかしてのお渡しになるので、明るいところ、コンビニの前とか、こういうお店の前とか、人がいるとこだよね、そういうとこでお渡ししてみるといいと思いますよ。いやーすごい、週1になってね、初めてそういうやってみたのよ。売りますありますみたいな。でもね、やっぱりいいですね、ジモティ宣伝じゃないけどよかったらね、皆さんもねジモティやってみてください。なかなかすぐただだったらほんとすぐ買い手つけますからね。それではね、また売れてった、ものとかあったらねご紹介していきます。はい、どうもご視聴ありがとうございます。またねー。バイナル。